はい、どうも皆さんこんにちは。沖縄の大学生おすねです。私は琉球大学の国際地域創造学部っていう学部にいるんですけど、サングラスがゲッパだった。これ外行く時ねつけてる、メガネの上からかけられるっていう高級ブランドダイソーのサングラスなんですけど、ちょっとあんまかっこよくないですよね。でもしょうがないよね。なんか目から入る紫外線とかで結構疲れたりするので、外行くときは日焼け止めを塗ってこれをかけています。それでね、私はその琉球大学の国際地域創造学部っていうところに在学してるんですけど、国際地域創造学部っていうのは2年生になるとなんかそのコースが分かれるんですよ。ちょっと正式名称忘れちゃったんで今調べるんですけど、なんかね5個ぐらいコースがあって、琉球大学国際地域創造学部あった。1年生から2年生の前期までは共通基盤教育っていうやつで、なんていうんですか、いわゆる教養ですよね。ホームページの文章を読みますけど、国際地域創造学部の1年生から2年生の前期で、各プログラムに共通する基礎科目を通して、国際社会及び地域社会の課題について幅広く学び視野を広げますっていう、授業を受けてきたわけですよ、今まで1年半。たくさん単位は落としたものの、とりあえず、そういうね、基本的なですね、こう社会についての、勉強をいろいろしてきたわけですよ。それで、2年生の後期から自分はこういう勉強をもっと深めたいっていう、そういうプログラムに分けられると、そういう学部なんですね。で、5個あって、観光地域デザインプログラム、経営プログラム、経済学プログラム、国際言語文化プログラム、地域文化科学プログラムっていう、5つあるんですね。で、この前、なんかそういえばアンケートを、そういえば答えたんですよね。なんかアンケートっていうか、要は、希望を取られたわけですよね。どこに入りたいですかっていう。それで、私はなんて答えたんだっけな。なんかね、どれもいいなと思って、なんか結局ね、なんかその最後まで迷ってたんですよ。それでね、アンケートの回答期間が1週間だったんですよね。1週間後締め切りで、1週間後までに、自分の希望するね、学部、プログラムを、送信してくださいってアンケートが届いたんで、ちょっともうちょっと考えてから送ろうかなと思ったんだけど、それでね、回答すんの忘れてたっていうオチまで見えたので、もうそれはやっちゃいけないから、とりあえずね、最初のうちに、とりあえず今の段階で、なんか後からでも送信し直せるっぽかったから、とりあえず今の段階で希望するものをしっかり送信しておこうと思って、アンケートがねメールで届いた日のうちに、私は偉いでしょ、ちゃんとその日のうちに、アンケート、アンケートつってもその5個をね、第一希望、第二希望とか言って、選択するだけだから、何も簡単なね、もうポチポチポチっていう、なんかそのAmazonで本を買うぐらいのノリでポチポチしていっただけなんだけれども、でそれでね、とりあえず、その時の希望でアンケートを出したわけですよ。で、後でよく考えようとか思って、結局1週間経った時忘れてたので、多分その時のものが送信されたままだと思うな。あった。回答したプログラム内容は以下の通りです。ちょっとこれスクショして紹介しますね。今多分こういう、これが私の申請内容ですね。第一希望から第五希望まで書かなきゃいけなくて、第一希望観光地域デザインプログラムにしたんだっけな。そう、でも観光はね面白いじゃないですか。私結構そういうの好きで、せっかく沖縄にもいるし、そういうのねいいなと思って、希望したんでしたね。そうだった。ちょっと忘れてたな。いやでも全部いいから、別にどれになっても文句はないんだけど、ただ第5希望は国際言語文化プログラムになってるんですけど、私英語喋れないし、その外国語とかあんま得意じゃないしね。言語が嫌いなわけではないですよ。全然英語とか勉強するのも好きだったし、好きは嘘だかな。好きは嘘だけど、ただできなかったんですよ。結構外国語とか、なんていうの、言語のさ、構造を学ぶとか、言語の違いとね、文化を学ぶとか、だからこう言語文化とかね、そういう勉強っていうのも非常に興味深いもので面白いなっていうのはわかるんだけど、なんせ自分がね、外来語を取得する能力に欠けるので、ちょっとね、こう、英語とか一生懸命ね、勉強していくのは今後ちょっと気合が持たないなと思って、国際言語プログラムだけにはとにかくなりたくないと。このプログラムになるとなんかね、いっぱい外国語勉強しなきゃいけない気がしたんだよね。もう英語とかもうコリコリなので、ちょっとね、言語プログラムは、ちょっと嫌だなと思って。で、経済とかもいいなと思ったんだけど、経済4にしたんだっけ？そっか。ちょっと経済もね、難しいですからね、その経済のなんかね、専門家とかになるんだったらともかく、別になんかその銀行で働くとかね、めちゃくちゃ学びたいっていうことも特になかったので、経済を読みしたのかな。もうなんかこのアンケートを送った時の心境もう覚えてないんですけど、2週間前ぐらいに送ったのかな。9月2日に送ってますね。それでこんな感じでアンケートを送って、で自分のプログラムがいつ決まるのか全然知らなかったんですけど、なんかツイッターを見てたらね、私大学のこととかさ、大学の友達とかあんまいないからよくわからないじゃないですか。だから勝手にね、私のことをさ、フォローしてくれた琉球大学の学生みたいなさ、人をさ、ツイッターでフォローして、なんか勝手にね、同じ大学の人のツイートを見てさ、なんかこう、今日は履修
登録とかそういうツイートを見て、あ、今日は履修登録の日なんだとかね、そういうことをあの情報をさあの察知できるようにしてあるんですけど、なんかこうね、同じ学部の人のツイートを見ていたら、私何々プログラムになったみたいなツイートがあったから、多分なんかそう決まったっていう、そういうことなんだと思いますね。なのでなんかおそらく自分のプログラムも決まったんじゃないかなと思うんですよね。で今久しぶりにこう大学のメールアドレスの、メールを開いてみたら、あ、プログラム配属決定というメールが来てますね。あ、見ちゃった。え、プログラム配属先が以下の通り確定しました。地域文化科学プログラム、第二希望にした地域文化科学プログラムに、私は配属されたということになるわけですね。で、地域文化科学プログラムはちょっとよく分かってないけど、多分その地域社会のね、あの在り方とかそういう勉強ですよね。地域文化科学プログラムのホームページ見てみましょうか。地域文化科学プログラムでは人間について空間、時間、文化との関わりから学ぶことができます。ただし単なる理論だけでなく、古文書や、あ、古文書か古文書や図像などの資料解読を通して、さらに巡見や現地調査、発掘、聞き取り、産業観察などのフィールドワークを通して学べるプログラムです。また GIS などの地図に関するスキルも身につけることができます。GIS っていうのはあれですね、なんだっけ、あの、ジオグラフィックインフォメーションシステムだったかな。なんかあの地図をさ、あの、要はカーナビみたいなやつですよね。あの地図となんかその、なんていうの、その情報通信システムみたいなものを連動させて、なんかそのさ、あの、物の現在地をさ、あの、判断したりとか、なんか、いや、ちょっと違うかもしれません。あんま詳しくないんでわかんないですけど、あ、なんか地学の勉強するみたいな感じ？なんか私の思ったのと違う？本プログラムは複雑、緊密化する世界を地理学、歴史学、文化人類学の最新の研究成果をもとに総合的に理解することを目指しています。資料っていうのはその歴史の資料ね。資料に親しみ、フィールドに出かけ、人類が培った我々へのメッセージ、現代に生きる人々の多様な暮らし方、さらにそれらが置かれた環境などについて考えていきませんか？だって、え？なんか思ったのと違う？え、なんかさ、歴史とかさ、民族学とかさ、考古学とかさ、なんかそういう感じなんだけど、え、思ったのと違くない？学生の主な就職先っていうのは載ってるね。 JTB 沖縄、沖縄美ら島財団、これはあれ、美ら海水族館とか、あとはなんだっけ、首里町とかをやってる、あの、一般財団法人ですね。あとは飲食業とか、JICA、青年海外協力隊に就職してる人もいるんですね。商売業、大英、三栄、琉球銀行、琉球新報、中学校教諭、高等学校教諭、沖縄県立博物館、美術館、埋蔵文化財センター、市町村職員、警察官、観光庁、公務員。え？それしか書いてないね。ちょ、待って、これなんかさ、地理学、歴史学、民族学みたいな、まあ、対分するとそんな感じっぽいんだけど、歴史学のさ、なんかこう、研究みたいなさ、そういうのはちょっとさ、私、大学の仕組みは未だによく分かってないんですけど、なんか、研究室とか言いますよね、大学の人って。いや、私はよく分かんないんだけど、なんかこう、歴史の研究とかすることになったら困りますよね。私、何も分かんないですからね、本当に。日本の歴史、マジで分かってなくてね、もう、なんか、本当に一般教養が欠如してるので、歴史の研究とかすることになったらまずいので、とにかく地理学の勉強をさせてもらえるように頑張りたいですね。うん。なんかすごい学科に配属されちゃったかもしれないな。え？まあまあまあ、ね、あの、地理とかは好きなのでね、いいのではないですか？うん。文系の学部なので、まあ、割とどこにいてもあの幅広い勉強はできるというふうに認識しているので、よくわかんないけどね。あの、ここの学科に行ったら絶対にね、こう医者になるための勉強しかできませんみたいなさ、そういうものじゃないじゃないですか、文系の学部って。だから、まあ割となんかその、どのプログラムに行っても、この仕事のためだけの、学部ですとか、そういうものではないから、まあ、割といろんな勉強ができるんじゃないですかね。よくわかんないけどね。まあ、ちなみに、私の将来の夢は専業主婦なんですけど、でも別に専業主婦にだってね、教養は必要ですからね。うん、まあもちろんその、どんなに大学の勉強ができたって、大学の勉強ができるだけでは専業主婦は務まりませんから、専業主婦って非常にね、高い能力が必要ですからね。ただ勉強ができるだけでは専業主婦になれませんからね。まあまあまあ、まあそれは置いといてさ、ちょっとなんか、思ったのと違うな。なんかちょっと焦ってきた。大丈夫かな？頑張ります、ね、ということでね、まあ、今日はこの辺にしたいと思います、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。皆さんさようなら。チャンネル登録お願いします。星ね星ね星ねチャンネル見てくれてありがとう。